世界でヒット戦闘機となっている F-35 戦闘機に、ドイツのライメタル社が胴体製造で新たに参画するとの情報をキャッチしました。今回はラインメタル社胴体製造で日本のアジア展開を詳しく見ていきますね。日本でも輸出三原則の見直しで世界へ、空自だけではダメ。日本の航空自衛隊でも導入を進めている最新鋭の戦闘機が、アメリカはロッキード・マーチン社が主軸となって開発を行っている F-35 ライトニング2だが、当初はその導入を予定していなかった国にも採用の波が拡大している。 F-35 ライトニング2は日本の航空自衛隊も調達を進めていることでも明らかなように、いわゆる第5世代戦闘機として、アメリカの同盟国や友好国への輸出を前提とした機体として、従来にない手法で生産が行われている。これは、開発の大元であるアメリカのロッキード・マーチン社、そして同国のノースロップ・グラマン社、そしてイギリスの BAE システムズ社の3社が、機体の主要部の製造を担うというのが、大まかな基本となっている状態である。これら、ロッキード・マーチン社、ノースロップ・グラマン社、BAE システムズ社は、F-35 ライトニング2の機体本体、操作系システム、電子機器類の製造を担当箇所を分けて実施、残りを他の企業が担う形で進めれてきた。F-35 ライトニング2は、多数のアメリカの同盟国や、友好国への輸出を前提とするべく、システムの開発と実証を行う時点から、それに関与可能な協力国と企業を開発の協業先に迎える体制で開発が進められたと言えよう。ここでは、F-35 ライトニング2の主要開発者として、ロッキード・マーチン社が筆頭に座り、開発費用の分担額が大きい順に、レベル1から、レベル3までの3段階での国単位での参加と、それ以外の保全協力国とに分ける形式であった。もっとも、F-35 ライトニング2の開発費用の分担額が、多大な国、そのレベル1には、イギリス、次のレベル2には、イタリア、レベル3には、ノルウェー、デンマーク、オーストラリア、トルコ、カナダが位置づけられてきた。そして、保全協力国の座には、イスラエルとシンガポールが選ばれており、アメリカ本国に次いで多い数の合計147機、内訳は、A 型105機、B 型42機の調達を計画している日本は、それらのいずれにも該当してはいない。これは、日本の場合、同機の FACO、最終組み立て、検査施設、MRO&U、国際整備拠点 M が、三菱重工業者の愛知県の小牧南工場内に設置されたことがあっても、日本が政治的に他国への兵器輸出が困難な状況であることを如実に表している。また、日本では IHI 社の東京の瑞穂工場が F-35 ライトニング2の機関部であるアメリカは、プラット&ホイットニー社製の F135 の生産を委託されているが、三菱重工業者同様に、日本国内向けの同機専用に行われている状態だ。こうした F-35 ライトニング2の国際的な生産の協業体制において、当初の想定から大きく外れて、その地位を喪失した国もあり、それがレベル3に該当し、機体の胴体中央部や、関連部品の製造を担う予定だったトルコである。トルコは、もともと自国で運用するための F-35 ライトニング 2A 型を、総数で100機ほど調達する計画で、プログラムに参加を行っており、2008年から、同国内の TAI、トルコ航空宇宙産業において、前述の部品等を製造していた。しかし、トルコは
NATO 加盟国にもかかわらず、その最大の仮想敵国であるロシアから S-400 地対空ミサイルシステムの調達を強行したため、アメリカ側の怒りを買い、翌2019年4月には同機の引き渡しを停止されるに至った。それでもトルコ側は S-400 地対空ミサイルシステムの調達を本意せず、同年7月には同ミサイルの配備が行われたため、アメリカは F-35 ライトニング2の売却を凍結すると同時に、同機の部品のサプライチェーンからの締め出しを行った。この措置により、それまでトルコがレベル3国として担ってきた F-35 ライトニング2の胴体中央部や関連部品の製造が打ち切られたため、同機の年産数は最大で75機の減少に影響したとめされ、代替先を募ることが模索された。これら一連のトルコにおける F-35 ライトニング2の調達と部品生産の顛末を俯瞰してみると、NATO 加盟国とはいえ、アメリカ側の意に沿わぬ同国の政治的な振る舞いは、決してその加盟国が一枚岩ではないことを浮き彫りにしたように感じられた。こうした傾向は、2022年2月に生起したロシア・ウクライナ戦争をめぐっても、NATO 加盟国の中の温度差を垣間見ることで顕著になっていると思え、その意味においては、あながち、ロシアのプーチン政権の判断にも一理ある感は拭えない。何にせよ、トルコは、第5世代戦闘機として、調達を予定していた F-35 ライトニング2の入手を事実上閉ざされたこととなり、国産で、その代替分を開発するか、得意の無人航空機の増強で、航空戦力の補填を行うしか、道はないように見える。仮に、ロシア・ウクライナ戦争で、ここまで、ロシアが苦戦を強いられていなければ、輸出用に、同国が開発を進めていた第5世代戦闘機のチェックメイトの導入という選択肢もあったかもしれないが、現状はそこまで手が回らないだろう。さて、そんなトルコが気絶して抜けた F-35 ライトニング2の調達と胴体中央部や関連部品の製造についてであるが、ここに来て、もともとは同機の採用を行っていなかったドイツが、その一部を引き継ぐ公算が高まってきている。ドイツは、NATO 加盟国としてアメリカが提供する戦術核爆弾を運用する義務、ニュークリアシェアリング体制を、イタリア、オランダ、ベルギー、トルコと共に負っており、その運用をトーネード IDS に課してきた。このトーネード IDS が、現在になっている、ニュークリアシェアリング体制に基づく戦術核爆弾に運用について、ドイツはアメリカから FA-18E F スーパーホーネットを調達して維持するつもりでことを進めていた。しかし、アメリカが FA-18E F スーパーホーネットを戦術核兵器の運用対象機種から除外することを決めたため、その目論みは外れ、結果としてドイツは F-35 ライトニング2A 型を35機導入して、その代替とする案への修正を余儀なくされた。これまでのドイツは F-35 ライトニング2の開発段階からの参画国でもなく、 FA-18E F スーパーホーネットが戦術核兵器の運用対象機種から除外されたことでやむなく、遅ればせながら F-35 ライトニング2の調達に至った国に過ぎない。しかも、ドイツの F-35 ライトニング2の調達数は、前述した通り、わずか35機という、国力、NATO 加盟国一の経済大国という、位置からしてみれば、甚だ少数にしか過ぎないのだが、ここに来て、トルコの件が、ドイツにとっての追い風になったとも言える。ドイツは、自国では、わずか、35機の F-35 ライトニング2の調達しか行わないにもかかわらず、同機の部品を製造する、サプライチェーンへの参加を、交換条件として、アメリカとの交渉に臨み、見事に、
その構想を実現させた模様だ。ドイツは、画砲の製造で、世界的に著名な自国の軍需企業、ラインメタル社において、F-35 ライトニング2の胴体中央部の製造を行うことを公表。自国の35機分を含め、400機分を製造し、大元のロッキード・マーチン社に納入すると発表した。ただし、こうした F-35 ライトニング2の当初からの開発参加国以外が、同機の部品製造のサプライチェーンへ新規参入する例は先にもあり、34機調達予定のベルギーや、同64機のフィンランドも、同様の手法で途中参画を果たしている。ドイツのラインメタル社といえば、自国の主力戦車、レオパルト2を含め、アメリカの MI エイブラムス、日本の90式の手法である、120mm 滑降砲 L44 の製造元として知られ、イメージ的には、戦闘機とは遠いようにも思えていた。